新張郡があと新張郡があとは、茨城県筑生市古郡にある古代郡家の遺跡。日立国新張郡のものと推定されている。1968年、国の史跡に指定されている。大化の改新以後に設けられた、軍役所の後で、新張廃人の北200から300メートルに位置する。1941年1943年に、高井定三郎。 藤田清吉によって二度にわたって発掘され、1949年まで続いた調査の結果、日本で初めて軍家の移行であることが確認された。300メートル四方の範囲に52の建物跡が確認されており、それらは東西南北4つの建物群に分けられ、その内訳は北部群25棟、西部群9棟、東部群13棟、 南部軍4棟が検出されている他に、東部建物軍から離れたところに1棟の建物跡が1949年に確認されている。西部建物軍9棟は、その配置から、静殿、脇殿からなる、成長部分と推定される。北部建物軍25棟と南部建物軍4棟は、倉庫と推定され、東部建物軍13棟も、倉庫とされているが、 不動層として用いられていたと推定されている。日本気略によれば、公認8年10月7日に、新井張郡で不動層13境が消失したとあり、東部建物群の火災による消失跡がその記事を裏付けるものと考えられている。また、群画全体の配置が古代豪族の邸宅の残子を残しており、新井張国像の末裔とされる、 ニーハリ軍の軍事の施設である。ニーハリ軍が後にふさわしいものであるとされている。ありがとうございます。